あれですね、エントリーボディをつけてこちらでブーストマーク3になりますと。はい、これで仮面ライダーギーツ9になるわけですね。もう最強、これでレジェンドキュービになります。いや素晴らしいよね、本当に群を抜いてレベル高いなと思いましたね。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。リボルブチェンジフィギュアよりプレミアムバンダイ限定の仮面ライダーギーツ9&ブーストフォームマーク3セットです。それでは見ていきましょう。ということで来ました。もう今ねガッチャードやってますけど、プレミアムバンダイからね届いたのでこれレビューしていくんですけど、あのねちょっとタイミング逃してこのシーカーとあとこの、マグナムブーストの重塗装バージョンとこのマーク2レーザーブーストフォーム、これちょっとやってなかったんで、これもちょっとね後半でやっていこうかなと思う。まずはこれね、はい、開けていきましょう。はい、ちょっと武人ソードもね早く遊びたいところなんですけど、あ、ちゃんと違うマスクが2つ入ってる、はい、嬉しいですね。いやめちゃくちゃ綺麗だな、はい、あ、すごっ。ということで取り出していきましょう。中身を取り出すとこのような感じになっております。このギーツ9のこのヘルメットとボディで、ブーストフォームマーク3のヘルメットとボディで、ギーツバスター QB9 とこの後ろのスカーフの部分ですね、はい、が入ってます。で、まあ、いきなりちょっとこれやるよりも一旦ちょっと物語思い出しながらやってった方がいいかなと思ったので、ちょっと軽くね物語どんな感じだったのかっていうのをちょっと説明していくと、まずちょっと第26話に、戻りまして、第26話だとそのジャマトグランプリ第1回やってました。第1回ジャマトグランプリで、あのジャマト雷祭りね。でその5つのジャマトヤグラがこう完成しそうになって、でギーツが落雷を受けてこう変身解除されてしまいますと。で、あ、やばいやばいってなってる時に、ギーツがあのブーストこの、ね、バックルこのブッてこうやって上に上げて、でなんかこう空から4つね、さらにこのブーストバックルが飛んできて、でここガシってなって、で、はい、こちらね、はい、ブーストマーク2レイズバックルね、はい、これになると、はい、いう感じで、で、まあこの今変身状態にしましたけど、一旦これを戻していきましょう。これもね、レビューしてなかったんでね、はい、これもちょっと戻していきましょう。これ結構ね、ここの腰のパーツがね、ちょっと取れやすい、ポロリしやすいんですよね。はい、で、この仮面ライダーにするときはこの上下反転させます。はい、いやほんとさ、ギーツですごいなって思ったのが、ほんと物語の終盤になってもちゃんとリボルブチェンジを活かしてるっていうのが本当にすごいなって思いましたね。ちゃんとねシナリオにも絡んでたしね、すごい。でおもちゃもちゃんとこうプレ版ではありますけれども、こうちゃんとね出すやつはちゃんと出してくれてるので、リボルブチェンジするやつはね、なのでそこすごいなって思いますよね。はい、でこのちょっと足がね、はい、こんな感じで、で、あ、そう、こんな感じでちょっと取れてしまうんですよね。はい、でこんな感じでくるっとやってあげて、でこれも後ろにね、はい、こうやってあげれば、はい、これで仮面ライダーギーツブーストフォームマーク2になったわけですね。あ、ちょっとこれ右側だ、はい、になってれば OK と。はい、いやこれがねほんとめちゃくちゃ強かったんだよね。こうやって結構パンチ技とかをよく使っていた気がするね。なんかすごい高速移動したりとかして、はい、っていうね、めちゃくちゃかっこいい、うわなんか赤くなったっていうね感じでしたね。そして飛んで28話ね、やっぱり強すぎるわけよ。で副作用があってちょっと眠りについちゃうんだよね、エースが副作用で。で
ま、もう変身もままならなくなってしまってた時に、フックくん来るんだよね。まあ、ジーンね。が来て、シュイッてこう、この、ブーストマーク2レイズバックロコをカシャってこっち側に変えるんだよね。で、何をするのかと思ったら、フックくんが持ってた、この、あのレーザーレイズライザーをこうガシャってここにくっつけるんだよね。そうすることによって、今これでちょっと再現しますけれども、この なりたい自分に書き換える力みたいなのがね、レーザーレイズライザーには確かあったと思うんで、でこうくっつけて、これほんと感動したよね。ストーリー的にもそうだし、この劇中のこの四角いこれが胸について、でこうガシャってこうね、どんどん装着されていくっていう、この変身をしっかりとこのリボルブチェンジフィギュアでも再現しているっていうのが本当に感動もの、はい、でぴったりこれもハマるんだよね。でこのジーンの武器のね、レーザーレイズライザーを持たせるというね、はい、感じになっております。いやこれ熱かったね、本当の推しとのね、こう合体というかね。でまあいろいろ書き換えたおかげで、まあその副作用とかもなくなって、もうめちゃくちゃね最強になったっていうのがこのレーザーブーストフォームでしたね。はい。そしてまたちょっと飛んで、結構飛んで38話で、もうその頃になってくるともう、あのバトルロワイヤルね、あの ID コアを奪い合うやつが始まってて、でまあいろいろあって延長戦になって、で、その世界では、はい、こちら、ミッチーがバッファがもう邪魔神になってましたと。でもう最強なわけで、もうみんなの ID コア破壊したりして、でもうなんかグランドエンドも近づいてますと。うん。で、あ、やばいやばいってなって。で、まあ、グランドエンドになったら、もう運営が撤退しちゃって、もういろいろもう幸せとか、もう不幸とかのバランスもえぐいことになって、もうジャマとももう置き去りっていう感じで、やばいから、もうみんなちょっと良くないよねって言ってるけど、もうミッチーはもうお前らもう願い叶えるなとかって言って暴れて、で、エースは何を知ってたかっていうと、創世の女神がお母さんじゃないかってことになって、じゃあ、で、グランドエンド終わったらお母さんが破壊されて、で、確かちょっとつむりちゃんにね、確か交代しましょうみたいなね、感じになってたから、ちょっと、それやだよってなって、いろいろあって、ニラムが変身したゲイザーと戦うんだよね。で、37話か、それ。で、そこで、ちょっとやばい感じになって、もう変身も確か解除になって、またこうちょっと、で、あ、やばいやばいってなってる時に、その上にいたね、創世の女神がちょっと壊れかけてる破片がこう落ちてきて、それ拾い上げて、おたけびを上げたら、ここに、はい、こちら、ブーストマーク3バックルが、いきなり現れるっていうね、展開でしたね。ということで、ブーストマーク3、ちょっとやっていきましょう。いや、結構もう忘れてるよね。なんかいろいろと。なんかまあその聞いてさ、あ確かにとかって思い出すかもしれないけど、はい、いろいろ忘れてるなと自分でも思いましたね。はい。で、はい、このあれですね、エントリーボディをつけてこちらでブーストマーク3になりますと。いや、この暴走をちょっとワクワクしましたよね。尻尾が3つ後ろからブワッて出てきて、もうなぎ倒すみたいな、ちょっと東京グール思い出しましたね、個人的には。いやね、ちょっとね、もっと暴走してほしかったと思ったけど、もう、1話でもうエース克服しちゃってましたよね。克服というか、ブーストマーク3になったエースが、まあいろいろこうゲイザーをね、圧倒して、で、最後こう創世の女神にこう、行こうってなった時に、ちょっとあと一歩で届かなくて、ちょっと意識失ってみたいな。で、その精神世界でお母さんといろいろ話をして、世界ちょっと、守るよ的なことを言って、で、グランドエンドはもう完了しちゃって、みんなのね、記憶、もう、ミッチーもそうだし、タイクーンもね、こう、記憶なくなって、あれ？何してんだっけ？みたいな感じになって、で、そこにこのエースが現れて、俺は忘れない、この世界を、的なことを、こう言って、で、このマーク9にね、なるっていう感じでしたね。じゃあちょっとマーク9にしていきましょう。この、上の部分外して、で、ちょっとこのヘルメットも外して、
でここにくっつけますと、はい、でこのマント上に上げて、でここをこうカチッと、はい、組み合わせて後ろにやって、このスカーフもちょっと避けといて、で足をこのように回転させてあげて、でこうですね、はい、回転させて、で後ろね、ここくっつけてあげて、はい、でこうなりますと。でこの羽もちょっとこう開いてあげると、この9枚のね、この尻尾のような、はい、このマントを開いてあげて、で、はい、ここの頭部に、このさ、頭部にちゃんとこの目のぐるぐるモールドあるのいいですよね。はい、いや、めちゃくちゃかっこいい。このヘルメットをかぶせてあげて、で、ギーツバスター QB9 をね、ここに持たせてあげれば、はい、これで仮面ライダーギーツ9になるわけですね。もう最強、はい、最強のギーツになったわけです。創世の女神の力を継承したんだっけみたいな、もう最強のもう階段作り出して降りちゃうっていうね、はい、やつでしたよね確か。はい、ちょっと僕もね、記憶がちょっと曖昧になってきてるんであれなんですけど、はい、いや、めちゃくちゃかっこいい。このさ、白に、この、まあ、ちょっと朱色みたいな赤。このシンプルな色だけど、めちゃくちゃかっこいいんだよね。このさ、赤を基調としてたさ、この、まあ、この、ちょっと今、ね、レーザーになっちゃってるけど、この、マーク2も良かったけど、この、なんだろうね、この白になるっていうのいいよね。はい、ちょっとこちら。これちょっとあの、フィーバー今、あのちょっとミッチーに貸してるんで、今フィーバーじゃないんですけど、これとかね、はい、この白マグナムフィーバーと、あと一応これもねやってます。はい、これ2個買いしたんで、はい、このマグナム、じゃない、ブーストか、はい、ブーストフィーバーのこの赤と白ねっていう、これ、まあ、どっち派かとかね、いろいろあると思いますけど、やっぱ、こう、見ると、やっぱ仮面が結構さ、白いんだよね。白が多いから、個人的にこの、まあ、赤もめっちゃ好きだけど、やっぱこの、白合うなって思ってたところに、この、真っ白が来たから、あ、もうこれだっていう、もう正解が出たよね。うん。っていう、これめちゃくちゃかっこよかったよね。あと、エースってさ、もう、序盤、中盤、終盤、なんか、ずっと強かったもんね。なんかさ、不安にさ、なることがあんまなかったというか、なんかまあエースだからまあ、いけるでしょうみたいな感じでなってましたね。このギーツバスター QB9 は、ここを上に上げることで、ソードにすることにもできるっていうね。はい。いや、素晴らしい。いや、このさ、リボルブチェンジって本当に神玩具だと思うんですよね。こんなアクションもできて、こういうちゃんと劇中のギミックを再現して、でちゃんと商品化もしていてっていう、これね、これもうほんと最高だったね。この造形もしっかりしてますね、うん、素晴らしい。でさらにまだあるんですけれども、これ一旦外して、こっち、これ使います。これを変形させることによって、レジェンドキュービーにね、することができるので、ちょっとやっていきましょう。まずは、これ一旦こう外して、で、この体を、こう、こんな感じで、この胸を内側にします。で、内側にすると、ここをね、ちょっと干渉して、こんな感じに、V みたいな感じになります。完全にこう閉じませんと。でこうやって、この肩の部分にあったもの、後ろ足かな、これを前に持ってきてあげます。で肘をうまいことこう曲げてあげて、で、はい、これ前足ね、はい、前足で、これこんぐらいでいいか、はい、反対側もこう肘曲げて、
で、こんな感じで足出してと。で、まあ、こんな感じになります。はい。こんな感じでなんかこう、しゃがんでる体育座りみたいな感じになりました。で、頭をここにしまい込みます。で、尻尾をそのまま上にこんな感じでね、ちゃんと開いて、で、持っていきますと。で、最後、ここね、ここをくっつけて、で、このヘルメットの頂点にこう、へこみがあるんですよ。そのへこみに、ここを入れてあげると。結構ね、この状態で入れるの難しいので、説明書では、一旦これを外してから、ここにつけて、で、またつけ直すっていう工程が書かれてましたね。はい。付け直した方がやりやすいです。ただちょっと完全変形させたいんで、はい。はい。これでレジェンドキュービになります。いや、素晴らしいよね、本当に。本当に素晴らしい、このリボルブチェンジフィギュアってやつは。再現できちゃうんだもんな。だって、やっぱ、僕結構こう、ガチャガチャ遊ぶの好きなんで、こう、ね、ガチャガチャ楽しめるのが楽しいですね。このリボルブチェンジフィギュアはね、うん、ちょっとフィギュアだけだとちょっとたまにね物足りなさ感じちゃう時あるんで、やっぱ遊びたくなっちゃうんだよね。変形させたりとかっていうの考えると、本当にこのリボルブチェンジフィギュアはもうちょうどいいとこついてくるから、このちょうどいい変形をねちゃんと毎回持ってきてるから、それが本当すごいと思うね、はい、ということで今までの技術でね並べるとこんな感じになっております。すごいよね、こんなに赤白黒だけでこんなやってるっていうね、素晴らしいよね本当に。いや、でやっぱこの重塗装バージョンめちゃくちゃかっこいいんだよね。僕こう比べるとさ、全然このバックルの塗装がまずもう全然気合の入り方が違うし、後ろまでさ、ここ背中までちゃんと白が塗られてるっていうのが嬉しいんだよね。このヘルメットももちろんそうなんだけど、でこの武器ね、やっぱ武器色あるとかっこいいですよね、はい。でこのブーストもさ、これパイプのこの虹色みたいな、これとかさ、本当にめちゃくちゃかっこいいんだよね。だからさ、もうこのプレ版を買い逃したらもう手に入れられないっていうのがちょっとね、まあもったいないですよね、うん、まあしょうがないけど。それでは最後、この仮面ライダーシーカーのねムービーバトルロワイヤルセットね、ちょっと見ていきましょう。いや、もうシーカーに関してはもう本当にもう忘れてる。映画見に行ったのにね、いや、あ、懐かしい、この赤と灰色あったな、赤灰色、あ、青が、あ、そう、ここがねちょっと取れやすいんですよね。このリボルブチェンジのねまたいいところはね、この大体変形工程同じだから初見でもいけるっていうところなんですよね、基本的に。はい。でこれだね、シーカー用のヘルメット、わ、かっこよ、めちゃくちゃかっこいいじゃん。はい。これで仮面ライダーシーカーになります。かっこよすぎんか。はい。で、ここのアームがね、こういろいろ動くんだよね。はい。ちょっと動かし、あ、やばい。結構あれだ。取れるタイプだ。まあまあ。いや、このアームもね、良かったですね。そして、このシーカーといったら、この武器なんだよね。はい。この、ここら辺の武器を、これどうやって持つんだ？あ、外れるんだね。で、ここに差し込んで、はい。あ、こう、ちょっとこれ、塗装剥げが怖いな。これ多分、成形色、じゃ、成形色か。さすがに。大丈夫か。はい。こんな感じで、はい、持たせることができますね。この、いや、全部武器がさ、この長いからいいよね。迫力がある。はい、こんな感じで。で、ちょっと、
やっぱちょっとね、リボルブチェンジフィギュアね、やっぱ変形するから、ちょっとポロリもね、ちょっと妥協しなければならないね。うん、しょうがないですよ。で、これはまあ、手が今空いてないから、しょうがないか。まあ、こうやってね、はい、持たせることができますと。いやー、めちゃくちゃかっこいい。いや、シンプルにデザイン好きですからね。まあ、一番はバッファーですけど、個人的に好きなのは。でもやっぱデザイン的にはこのシーカーめちゃくちゃかっこいいんだよな。はい、この、なんか、骨みたいなさ、このマスクいいよね。はい。こんな感じになってて。で、あとはこの、ギーツもこの、劇中でね、映画じゃなかったと思うんですけど、劇中で2回ぐらい確か変身してたので、それ用のギーツ用のこの下のマスクがついてますね。はい。で、あとはこれあれだね、このあれだ、エントリーボディ用のパーツと、あと出たこのリヴァイとバイスのヘルメット、バイスの頭大きいな。はい、ちょっとこのバイスはパンクジャックね、確か。はい、うわ、え、待って、入るかこれ。あ、これでいいのか。あ、なんか若干ちょっとここが干渉するな、まあ、大丈夫か。はい、バイス、あー、この透明がクリアパーツ綺麗だからちゃんと透き通っていいですね、 裏のこれが。そしてナーゴね、ナーゴのこれにリヴァイをつけると、わー嬉しい。このさ、ギーツの世界にもこのリヴァイとバイスのこのこれが存在してるっていうのがもうめちゃくちゃ嬉しいですね。めっちゃかっこいい。いや、実はこのシーカーのやつ2個買いしてたんですよね。いや、2個いらなかったかな。これなんで2個買いしたんだっけ。あれか、この、あ、そっか、フィーバー状態したかったからか。なるほど。じゃ、ちょっと、フィーバーやるか。劇中では、出てないですよね。出てないけど、このシーカーフィーバー。フィーバーとかいう概念、ないもんな、多分、シーカーに。はい、こうやって、これもね、これもすごい、うわ、すげえって思いましたね、この、ギミック。ちゃんとベルト外せるっていう、しかも付け外し簡単っていうね、これいいですよね。で、ここに黄色だから合うんじゃない、このこれをかぶせてでやると結構埋まるんだよね、顔の下側が。このスカーフ、マント、うん、マフラーによって。で、下も同じこれにしてあげるっていう。ごついな。あ、これ逆か。こっち。で、足にするとき、あー、かっこいいじゃん。膝とかこの横の畳み方がちょっと定位置がわからないけど。はい。で、反対側も、こう。こんな、どうなんだろう、これ。はい。こんな感じかな。はい、これでシーカーのフィーバー状態になります。いや、めちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいい。いや、これ出てほしかったな。こんな感じでソード2個持ちさせることもできるからね。めっちゃかっこいいでしょ。ということで、今回のプレ版限定仮面ライダーギーツ9&ブーストフォームマーク3セットと、他のレビューしてなかったリボルブチェンジフィギュアのレビューいかがだったでしょうか。やっぱりね、リボルブチェンジフィギュアも最近の仮面ライダーのこういうフィギュア系のおもちゃのこのガシガシ遊ぶ系のね、やつの中で群を抜いてレベル高いなと思いましたね。やっぱりこう、ちゃんと変形ができる、劇中再現ができるっていうのと、あとちゃんとアクションフィギュアとしてのちゃんとね、ともちゃんと機能してる。で、プレ版限定ではあるけど、ちゃんとラインナップちゃんとめっちゃ出してくれてるっていうのが最高です。はい。で、あとは、武人ソードかな？届いてないの。それが来て終わりかな？リボルブチェンジフィギュアは、そうでしたっけ？
あれめちゃくちゃ楽しみですね。ギーツの中でも本当に一番好きかもしれない。いや、バッファだったけど、それまでは。それまでバッファだったけど、ちょっと武人ソードがね、最強にかっこいいからね、ちょっとあれも届いたらレビューしますので、楽しみにしていてください。ということで、今回の動画いいなと思った方は、ぜひチャンネル登録や高評価、X や TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルッケルでした。